切りよくね、このチャンネルも1000人になるかならないかっていうところをうろうろしながら、年を、迎え年の瀬を迎えようとしています。まあ今のところね994人ですけど、これから1000人に向けて、まあ別に1000人になったからなんてことないんですけど、まあやるというところですね。まあ、考えてみればこのチャンネルもね、イカヒコっていうチャンネル、イカヒコチャンネルってことになっているので、まあ2024年にまた、イカヒコをね、復活させるということで、ますます、来年は活躍の年だね。まあ来年の早々1月の中旬から福岡で、いよいよ工事が始まる形になりますけど、まあそれだけじゃなくてね、来年1年の、スケジュールっていうのももう大体組んで、今年とは違ってね、まあ僕は来年はちょっと塾の方に力を注いでみたり、いろいろまた新しいことを今考えていたりしてね、まあとにかく自分で面白いと思うこと、自分でやってみたいと思うことを褒められるとかではなく、やって継続する、まあ、誰に、どう言われようがやりたいことをやる、貫くっていうことでね、まあ神戸なんかもそういえば、神戸の見かけのミニを、これなんとかしようと思って、もう今アイディアがあって考えてるんだけど、やっぱりそういうふうに考えるとね、手伝ってくれる人、まあ、手伝うっていうのは給料がないってことですかっていうふうに言われることも多いんだけど、払わないっていうことでもないんだよ。だけどまあね、最初どうしても立ち上げなんかの時にはこっちも厳しいからね、手伝ってくれる人がいたらいいなっていう、まあそんな感じなんだけど、だから見かけの方もね、ミニの方も、ちょっと年明け早々からテコ入れするよ。はい、ということで、今日の話題は暴力から身を守る。まあ僕は昭和の生まれで、高校生の時に平成っていうのがあって、平成が30年近く続いてね、今令和になりましたけど、まあ昭和の頃の暴力っていうのはね、なんとなくイメージとしては、一人ずつの一人ずつのっていうか、なんかこう殴る蹴るみたいなね、昔は映画なんかでも暴力シーンっていうのがあったり、校内暴力なんていうのもあってね、暴力っていうのが割と目につきましたけど、まあ、平成になって、そういうものはいけませんよということで、まあ、暴力シーンだとかね、暴力っていうもの自体が、街中から消えて、もうさぞかし、平和な、素晴らしい社会になったかと思いきやね、自殺する人は、一向に減らず、街中から、暴力が見えないはずがね、心を病む人が街にあふれ返ったということで、まあどうなのかなって思うんですけど、暴力っていうのは、僕なんかは暴力が大嫌いなので、暴力を振るうってことはまあないしね。だけどその暴力っていうのは、
まあ、人を殴ったり、まあ、叩いたり、まあ、いわゆる体罰っていうようなね、そういう暴力なんかじゃない暴力っていうのは蔓延してると思うんですよ。うん、まあそれは人の世ですから、暴力なんてなくそうなんていうのは建前で、暴力なんかなくなりませんよ。まあ暴力なんかなくならないよというふうに思いますけど、あの暴力をみんなこうなんていうかな、暴力を履き違えてんじゃないのと思うことは多々あるね。あの暴力っていうのは不安な心っていうことだと思うんですよ。で、暴力っていうのはその一人ずつならいい人でも、何か集団になったり、まあ、匿名になったり、つまり自分の身が安全だというふうに保障されてる時に、人っていうのはその暴力性っていうのが増す。そしてまあその暴力っていう、暴力、まあ人を憎んだり、攻撃したいという気持ちというのはね、このラジオでも何回も言ってますが、それは愛情ホルモンと非常に近しいところがあるわけですよね。だから春先の子供がちっちゃいうちのヒグマのお母さんというのは非常に凶暴であるって、言われてますけど、まあ何かを守ろうっていう大義名分、正義だったりっていうものがあった時にね、人はとても暴力的になる、まあ、動物というのは暴力的になるっていうふうに言われてるので、暴力っていうのは誰か一人暴れん坊の話ではないと思うんですね。つまり不安な心、人を愛する気持ちというようなものがあればあるほど、暴力っていうのは強くなるっていうことをね、なんとなくこういう一見表面的には平穏な社会だとね、忘れがちなんじゃないのっていうふうに思いますね。で、豆彦もカフェだからね、人気商売ですよ、要は。人気商売ですが、まあ、数々のそういうお客さんからの暴力っていうのはありますね。その、まあ、いわゆるマジョリティって言われる、まあ、ボリュームゾーンですね。このボリュームゾーンの人たちっていうのは、一人ずつはもちろんみんないい人ですよ。だけどこのボリュームゾーンになった人たちっていうのは、どちらかというと心配性、そして便利なものが好きっていう傾向があるとすればね、このマジョリティに訴えるというものは便利で安心なものってことだと思うんですよ。で、便利である、安心であるっていうものを求める。それが、まあ、マジョリティだとするとね。この、まあ、便利だと思ってるものが、実は不便だったとか、安心だと思ったものが安心じゃないとか、いうことになるとね、途端に、牙を剥くってことがありますね。まあそれは一つ、安心である、便利であるっていうのは一つのルールに、今の社会は、そのルールが規定していることが多いので、ルール違反だとかね、何か自分、ルールを守らないやつとか、そういうものからはみ出たものに対しての暴力っていうのは、まあ目に余るものがあります。で、どうしても人気商売であるカフェも、そのマジョリティに、まあ、そこはボリュームゾーンなので、まあそのボリュームゾーンに、をどう捕まえるかね。っていうようなことを、まあ考えがちですよね。だって売り上げを上げろと言われれば、このボリュームゾーンの人たちにどうやって、お金を払ってもらうかというようなことを考えます。それは集客でもそうです。この人たちに何とか参加してもらうようにできないかと。まあ、そうすると、安心で便利。
まあ要は不安を消すような策、不便なところを直すっていう形でね、安心で便利なことを盲目的に突き進むってことがありますね。うん。で、それは改善という形で、より便利に、より安心に、なっていくわけですが、それはね、どこまで担保できるか、顔の見えない、ボリュームゾーンに安心と便利をどこまで提供できるかというと、これは際限ないんですね。で、その、まあ、信用していたものがね、何か崩れた途端、暴力っていうものが吹き出てくるっていうことがあると思いますね。今、自動車メーカーの不正の問題なんかも、非常に、ニュースになってますけどね。まああんなものはね、今に始まったことじゃなく、もう何年も前から、いやというか、なんなら日本のお家芸として各メーカー、いろんなところであんなことはやってるわけでしょ。うん。やって、いや、うちはやってないよっていうところあるでしょ。それは個別に見ればね。だけど、ルール、ルール、ルールってことになりゃ、このルールをどうやってね、かいくぐって納期に間に合わせるかっていうことになれば、どこかうやむやになってくるっていうのが人に決まってるわけです。その時に、まあ、今回のような形でね、リークがあれば、まあ、それを、そのリークを守りきれなければ、まあ、大衆の暴力っていうものが出てね、もう、その不買運動になってみたり、けしからんって言ってみたり、まあ、電話かけて嫌がらせさせてみたりってことがあるわけでしょう。でも、それはやっぱり、それだけ、大衆にね、うちの車は安全ですよ、便利ですよっていう風にして、そのボリュームゾーンに、さも美しい、何の汚れもないように、コマーシャルしてきたことのしっぺ返しだと思うんですよね。うん。それは。やっぱり安心だということと便利だということを訴えた。結果ね、違うじゃないかっていうことで、暴力的になる、つまり不安になった人たちの気持ちを、まあ意図的にね、煽ってる人たち、またそういうのが大好きで、そういう時にこれ見よがしにけしからんっていう人たちがいるっていうことはあると思いますよ。ただその人たちを黙認する、まああんだけ悪いことしたんだから叩かれて仕方ないよねっていうような空気も含めた暴力っていうのはすごいものがあると思いますよ。で、それは、いわゆるメジャーだったものはみんなそうだと思うんだね。いわゆるバズったもの、映画にしても芸能界にしても、商品にしてもいろんなものがバズって、大衆にボリュームゾーンに火がついたもの、これはね、そのゾーンからの暴力っていうのはすごく受けてる。で、それはね、顔に残りますから。そういう人を見るとね、かつて人の暴力を受けたな、っていう人の顔っていうのは顔に出ます。僕はね、そういうところから、やっぱりね、身を守りたい。なるべくそういうところに近づかないようにする。だからボリュームゾーンには近づかないようにする。っていうことでね、あの、わけがわからないって思われたり、あの、いいですね、好き放題やってって言われたりするのはね、まあその代わりバズりませんよ。まあだから常にあの人はちょっと怪しいと不安がられたり、あの人はちょっと、あの人のやり方はついていけないわっていうふうに不便を、皆さんにねおかけすることで、ある意味暴力から身を守ってるんですよね。で、それは自分たちの近しい仲間が、そうですね。僕はまあある程度、喧嘩、口喧嘩でも強いですけど、ね、僕の周りにいるような人たちが、やっぱりそういう暴力に身をさらされる
特にお店なんかだとね、なのでボリュームゾーンの人たちに、いやうちは安全ですよ安心です、もちろんコロナの対策もそうでしたね、うちは安全ですよ安心ですよっていうようなことを打ち出せば打ち出すほどね、違うんじゃないのってなった時の暴力がすごい、まあこの今のワクチンの騒ぎもそうですよね、違うんじゃないのって言った時の騒ぎがすごい、これからもっと すごくなると思うけど、やっぱりねリーダーっていうのは暴力から身を守る、そして自分の中にいるメンバーにね、なるべく暴力に近づかせないっていうのも一つの、あり方なんじゃないかと思いますが、皆さんいかがでしょう。突然に後ろで誰かの声を聞いた、草に埋もれた小道歩いてた時のことだった。私です。覚えていてくださってますか？その少女は僕を見つめてそっと笑った。いいえ覚えてません、だけど出会った気もする、彼女の瞳は大気のもやを吹くんだ、声もなく立ち尽くした僕はこう言った、あなたは僕のあの悲しみを知っているというの、ただ微笑んで何も言わずに少女の涙が落ちる時は長く、やっとささやいた、あの時あなたは
確かに言ったよ。だけど僕は忘れたんだ君を。忘れてよかったの。ただ無用が寂しくなっただけ。